生体高分子とは、生物の細胞が作り出す天然の高分子である。生体高分子は、モノマータミーが共有結合して構成された大きな分子である。生体高分子は、使用されるモノマーと形成される生体高分子の構造によって、ポリヌクレオチド、ポリペプチド、および多等の3つの主要なクラスに分類される。RNA や DNA などのポリヌクレオチドは、 13個以上のヌクレオチドモノマーで構成される長い鉱分子である。ポリペプチドはアミノ酸の10合体であり、いくつかの主な例としては、コラーゲン、アクチン、フィブリンがある。多糖とは、直射状、または分岐状の鉱分子炭水化物のことで、例えばデンプン、セルロース、アルギン酸が含まれる。生態高分子の別の例としては、天然ゴム、スベリンとリグニン、 クチンやクタン、メラニンなどがある。生体高分子は食品産業、製造業、包装、生物医学工学など様々な用途で使用されている。DNA の構造は1単位の生体高分子であるポリヌクレオチドが二重らせん構造を形成している。生体高分子と合成高分子の大きな違いはその構造に見られる。すべての高分子は モノマーと呼ばれる繰り返しの単位からできている。生体高分子は明確な構造を持っていることがよくあるが、これは明確な特徴ではない。タンパク質の場合、正確な化学組成とこれらの単位は配置された順序を一時構造と呼ぶ。多くの生体高分子は自発的に特徴的なコンパクトな形状に折りたたまれる。これらは生物学的機能を決定するものであり。 一時構造に複雑に依存している。構造生物学は生体構分子の構造的特性を研究する学問のことである。一方、合成構分子の多くははるかに単純でランダムな構造を持っている。この事実は生体構分子にはない分子量分布につながる。実際、生体内のほとんどのシステムでは、 テンプレートに沿ったプロセスで合成が制御されているため、ある種類の生体高分子は全てに通っていて、同じような配列と数のモノマーを含み、同じ質量を持っている。この現象は単分酸性と呼ばれ、合成高分子の多分酸性とは対照的ある。その結果、生体高分子の多分酸性指数は1になる。ポリペプチドを構成するアミノ酸残機を、 アミノ末端からカルボキシル酸末端に向かって列挙することが慣習となっている。アミノ酸残機は常にペプチド結合で結合している。タンパク質は交互的にはポリペプチド全般を指すが単一の鎖だけでなく複数のポリペプチド差が組み合わさった大きな形態やまたは完全に機能的な形態を指すこともある。またタンパク質は 動作や脂質などのヒッペプチド成分を含むように収縮することもできる。拡散の配列は、高分子差の5末端から3末端までに存在するヌクレオチドを列挙する慣習となっている。ここで5及び3は、鎖のリン酸ジエステル結合の形成に関与するリボース間の周囲の炭素の番号付けを示す。このような配列は、生体高分子の一時構造と呼ばれる。 公子多等は直鎖状または分岐状であり、典型的には繰り越しド結合で結合している。結合の正確な位置は様々で、結合する関能元の向きも重要である。その結果、アルファ及びベータ越し度結合が生じて、管内の結合炭素の位置に応じて明確な番号が付けられる。さらに、多くの単位等は、 アミノカなどの様々な化学就職を受ける可能性があり、糖タンパク質のような他の分子の一部を形成することもある。配列情報を決定するための生物、物理学的手法は数多くある。タンパク質の配列は、エドマン分解によって決定することができる。エドマン分解では、エヌマッタンの残機を一つずつ鎖から、加水分解し、誘導体化した後に同定する。また、 質量分析技術も使用できる。拡散の配列は、ゲル電気映動やキャピラリー電気映動を用いて、決定することができる。最後に、これらの生体光分子の機械的特性は、多くの場合、光ピンセットや、原子間力顕微鏡を使って測定することができる。二面変化式干渉法は、pH、温度、イオン強度、その他の結合相手によって刺激された時の、 これらの材料のコンフォメーション変化や自己組織化を測定するために使用される。コラーゲン。コラーゲンは脊椎動物の使用構造であり、哺乳類で最も豊富なタンパク質である。そのため、コラーゲンは最も入手しやすい生態光分子の一つで多くの研究目的で使用されている。コラーゲンはその機械的構造のために高い引っ張り強度を持ち、 非毒性で吸収されやすく、生分解性のある生体適合性の高い素材である。そのため、組織感染症の治療、ドラッグデリバリーシステム、遺伝子治療など多くの医療用途に使用されている。シルクフィブロイン、シルクフィブロインは、タンパク質を豊富に含む生体高分子であり、カイコのような異なる種類のカイコ子から得られる。コラーゲンとは、対照的に、 SF は引っ張り強度は低いが、不要性で繊維状のタンパク質素性を持つため、強力な粘着性を備えている。最近の研究では、シルクフィブロインには、工業固作用や結晶板粘着性があることが分かっている。また、シルクフィブロインは、生体外で幹細胞の増殖を促進することが分かった。ゼラチン。 ゼラチンはシステインからなる I 型コラーゲンから得られ、動物の骨、組織、皮膚などのコラーゲンの部分的な加水分解によって生成する。ゼラチンには A 型と B 型の2種類があり、A 型ゼラチンはコラーゲンを酸化水分解して生成され、18.5%の窒素を含んでいる。B 型は18%の窒素を含み、網戸元を持たないアルカリ化水分解によって、 生成される。温度が高くなると、ゼラチンが溶けて、コイル状になり、温度が低くなると、コイルから螺旋状への変換が起こる。ゼラチンには、NH2、SH、区などの多くの官能元が含まれており、非粒子や生体分子を使用して、ゼラチンを収縮することができる。ゼラチンは、細胞外マトリックスタンパク質であり、総消費副剤、ドラッグデリバリー、 遺伝子トランスフェクションなどの用途に応用することができる。澱粉澱粉は安価な生分解性の生態高分子であり、大量に供給されている。ナノファイバーやマイクロファイバーを高分子マトリックスに添加して、澱粉の機械的特性を高め、弾力性や強度を向上させることができる。ファイバーがないと、澱粉は水分に敏感であるため、機械的性質が劣る。でんは、 生分解性があり、再生可能であるため、プラスチックや医薬用状剤など多くの用途に使用されている。セルロース、セルロースは安定性と強度をもたらす鎖が積み重なった非常に複雑な構造でできている。その強度と安定性は、グルコースモノマーが繰リコシド結合によって結合したセルロースの直線的な形状に由来する。直線的な形状のため、 分子を密に詰めることができる。セルロースは、その豊富な供給量、生態的合成、及び環境への優しさから、非常に一般的な用途を持っている。セルロースは、ナノセルロースと呼ばれる、ナノフィブリルの形で広く使用されている。ナノセルロースを低濃度で含むと透明なゲル素材が、できる。この材料は、生物医学分野で非常に有用な、 生分解性の均質で緻密なフィルムに使用することができる。アルギン酸、アルギン酸は滑走類から得られる最も豊富な海洋性、天然高分子である。アルギン酸性対抗分子の用途は、包装、繊維、食品産業から、生物医学及び、化学工学にまで多岐にわたる。アルギン酸のゲル状で吸収性のある特性が発見されたことで、 最初の用途は、相証被覆剤であった。アルギン酸を傷口に塗布すると、治癒と組織再生に最適な保護ゲル層を形成し、安定した温度環境が維持される。さらに、アルギン酸の密度や繊維組成が多様であるため、薬物放出速度を容易に操作できることから、ドラッグデリバリー媒体として、アルギン酸を使用した開発が行われている。 生体高分子の用途は、生物医学的用途と工業用途によって異なる二つの主要な分野に分類できる。生物医学工学の主な目的の一つは、正常な身体機能を維持するために体の一部を模倣することであり、生体高分子はその生体的合成の特性から、組織工学、医療機器、製薬業界で幅広く使用されている。多くの生体高分子は、 その機械的特性により、再生医療、組織工学、ドラッグデリバリー、そして医療用途の全般で使用することができる。それらは、総症治癒、生体活性の触媒作用、及び非毒性などの特徴を備えている。免疫原性の拒絶反応や分解後の毒性などの様々な欠点を持つ可能性のある合成鉱分子と比べ、 多くの生体高分子は人体に類似したより複雑な構造を持つため通常身体への統合性に優れている。より具体的にはコラーゲンやシルクなどのポリペプチドは安価で入手しやすい生体適合性材料であり画期的な研究で使用されている。ゼラチン高分子は接着剤として総消費副剤によく使用される。 ゼラチンを使用した足場やフィルムによって薬剤やその他の栄養素を保持し傷口に供給して治癒することができる。コラーゲンは生物医科学で使用される生体高分子の中でも特に人気があるため次にその使用例を示す。コラーゲンベースのドラッグデリバリーシステムコラーゲンフィルムはバリア膜のように機能し感染した角膜組織や肝臓癌などの組織感染症の 治療に使用されるコラーゲンフィルムはすべて骨形成を促進する遺伝子導入単体として使用されている。コラーゲンマトリクスやスポンジは組織の再生や補強を目的とした傷の治療に使用することができる。コラーゲンスポンジ、コラーゲンスポンジは火傷患者やその他の重症を治療するための包帯として使用される。コラーゲンベースのインプラントは 焼け土の傷口や皮膚の交換に使用される、培養皮膚細胞や薬物単体に使用される。止血剤としてのコラーゲン。コラーゲンは血小板と相互作用すると血液を急速に凝固させる。この急速な凝固により一時的な骨組みが生成されるため繊維質管質が宿主細胞によって再生される。コラーゲンベースの止血剤は組織での出血を抑え、 肝臓や脾臓などの細胞器官での出血を管理するのに役立つ。ヒトさんもまた生物医学研究において人気の高いもう一つの生態高分子である。ヒトさんは甲殻類や昆虫の外骨格の主成分であり世界で2番目に豊富な生態高分子である基地に由来する。ヒトさんは生物医科学のための多くの優れた特性を持っている。ヒトさんは 生体適合性があり、生体からの有益な反応を促す高い生物活性を持ち、生分解性があるため、インプラント用途では2回目の手術を必要とせず、選択的透過性があるゲルやフィルムを形成することができる。これらの特性により、キトさんの様々な生物医学的応用が可能になる。ドラッグデリバリーとしてのキトさん、キトさんは、 薬物の吸収や安定性を向上させる可能性があるため、主に薬物ターゲッティングで使用されている。さらに、抗がん剤を結合させたキト酸は、有利薬物をがん組織に徐々に放出させることで、より優れた抗がん作用を発揮することができる。抗菌剤としてのキト酸、キト酸は微生物の成長を止めるために使用される。藻類、心筋、細菌、異なる。 高シュのグラム陽性菌などの微生物で抗菌作用を発揮する。組織工学のためのキト酸複合体、キト酸とアルギン酸を配合したものを併用して、機能的な総称被覆剤を構成している。これらの包帯は、自由プロセスを助ける、湿った環境を作り出す。この総称被覆剤はまた、生態適合性と生分解性に優れており、多孔質の構造を持っているため、 細胞が被覆剤の中で成長することができる。食品、生体高分子は食品業界において包装、食用カプセル化、フィルム、食品のコーティングなどに使用されている。ポリニュー酸は澄んだ色と耐水性があるため、食品業界では非常に一般的な素材である。しかし、ほとんどの高分子は浸水性の性質であり、水分に触れると劣化が始まる。 また、生体高分子は、食品を包む過食フィルムとしても利用されている。これらのフィルムは、抗酸化物質、酵素、プロバイオティクス、ミネラル、ビタミンなどを運ぶことができる。生体高分子フィルムに包まれた食品を摂取することで、これらを体内に供給することができる。パッケージング、パッケージングで使用される最も一般的な、生体高分子は、ポリヒドロキシアルカン酸。 ポリニュおサンびデンプンである。デンプンと PLA は市販され生分解性があるため一般的なパッケージの選択肢となっている。ただしその遮断性や熱的特性は理想的なものではない。浸水性高分子は耐水性がなく水がパッケージを通り抜けてパッケージの内容物に影響を与える可能性がある。ポリグリコール酸は 優れた遮断性を持った生体高分子で PLA やデンプンによるバリア障害を治すために使用されるようになった。水質浄化、水質浄化ではヒト酸と呼ばれる新しい生体高分子が使用されている。ヒト酸は数年ではなく数週間から数ヶ月で環境中に分解される清澄剤として使用される。ヒト酸は水に含まれる金属を除去するキレート化により、 水を浄化する。キレート化とは、高分子差に沿った結合部位が水中の金属と結合してキレートを形成することである。キト酸は汚染された可能性のある雨水流や排水を浄化するために多くの状況で使用されてきた。PLA、自然起源のゼイン、ポリヒドロキシラク酸などの一部の生態高分子はポリスチレン。 またはポリエチレンをベースにしたプラスチックの代わりに使用することができる。プラスチックの中には分解性、酸素分解性、または紫外線分解性と呼ばれるものがある。これは光や空気に触れると分解されることを意味するものの、これらのプラスチックは依然として主に石油をベースとしており、現在放送及び放送廃棄物に関する欧州連合の指令の下で 生分解性と認定されていない。これに対し、生体高分子は分解され、そして家庭でのコンポスト化に適したものもある。生体高分子はバイオマスから製造され、放送業界で使用される。バイオマスは、天才、ジャガイモ、小麦などの作物に由来する。生体高分子の生産に使用される場合、これらは非食用作物として分類される。 これらは次のような経路で変換される。生体高分子から様々な種類のパッケージ材を作ることができ、例えば食品トレー、壊れやすい商品を輸送するための発泡澱粉の干渉材、包装用の角膜などがある。生体高分子は無限に増やせる植物を原料としているため、持続可能でカーボンニュートラルであり、常に再生可能である。これらの植物材料は、 農業の非食用作物から得られる。そのため、生体鉱分子を使用することで、持続可能な産業を生み出すことができる。一方、石油化学製品から得られる鉱分子の原料はいずれ枯渇する。さらに、生体鉱分子には、二酸化炭素の排出量を削減し、大気中の CO2 の量を減らす、可能性がある。これは、生体鉱分子が分解される際に放出される。 CO2 が生体構分子の代わりに栽培される作物に再吸収される可能性があるためカーボンニュートラルに近い状態になるためである。生体構分子は生分解性があり堆肥化が可能なものもある。生体構分子の中には微生物によって CO2 と水に分解される生分解性を持つものがある。これらの生分解性生体構分子の中には コンポスト化が可能なものもある。それらは工業的コンポスト化プロセスに投入することができ、6ヶ月以内に90%分解される。これを実現した生態高分子には、欧州規格案13,432に基づき、コンポスト化のマークを付けることができる。コンポスト化可能な高分子の例としては、厚さ20マイクロメートル未満の PLA フィルムがある。 それ以上の厚さのフィルムは生分解性であってもコンポスト化可能とはみなされない。ヨーロッパにはホームコンポスト基準とそれに関連するロゴがあり、消費者が大比の山の中のパッケージを識別して廃棄することができる。ありがとうございます。